笑顔。羽生結弦への演技後のくしゃっとした笑顔。イケメンすぎる。羽生結弦選手イケメンすぎませんか？あの笑顔がたまらない。歯並びもいいし、肌も綺麗だし、スタイルもいいですよね。イケメンすぎます。やばいです。超かっこいい。あの演技後のくしゃっとした笑顔を応援したくなります。日本男子フィギュアスケート界に現れた王子様。あの体型。ルックス。若さ。爽やかさ。実力。欠点がないような気がします。インタビューも嫌味がなくあの若さであの対応は、羽生選手の聡明さが垣間見れます。笑顔が確かにやばい。演技をしているときは、本当にイケメンです。特に表情では色気も増してとても素敵です。長身で足が長い。モデルみたいです。妙に色気もあります。従来の日本人フィギュア選手と比べたら、明らかに手足が長いですね。滑走前の引き締まった凛とした表情。演技中のステップやジャンプ等の技術力。豊かな表現力。顔にいっぱい汗をかいても爽やかなこと極まりない。最後までご視聴ありがとうございました。グッドクリックと、羽生結弦チャンネル登録していただけると、感謝いたします。